皆さんこんにちは、キスケです。今回ですね、ドラゴンクエストライバルズ実況を始めていくんですけども、今回使っていくのは冒険者トルネコになります。あ、トルネコじゃないですね、立夏ですね。当てましたね僕ということで、デッキの中身がこんな感じです。はい、まあ、ルイだから冒険者いっぱい引っ張ってきてもいいし、まあ、普通にねソロから持ってこれるんで結構入ってますよね。 1,2,3,4,5,6,7,8 8枚ぐらい、8か8ぐらいかな、はい、8枚ぐらい入ってるんで、だいぶね、冒険者に特化した構築になってるんじゃないかなと思います。はい、でまあ序盤はねしっかりと青竹とか、アロードック、ブラッドレディ、まあこの辺、 あとシーゴーレム、この辺でしっかり盤面を抑えれるんで、まあ、じっくりとレベル3まで、レベル3まで持っていって展開して勝っていく、まあ、そういう構築になってるのかなと思います。はい、で鉄球魔人が意外とコスト下がってくれて、まあ、テンポで4-5出ればだいぶ強いんでね、今回は2枚採用してます。はいという感じかな。だいぶね面白い動きはしてくれるんじゃないかなと思いますね。はい、ただまあ他のデッキと違って OTK、まあ、一気に25点出すみたいなプランはできないので、まあ、しっかりと盤面取って、レベルアップもしっかりとしてみたいな、結構ね戦い方が難しいデッキになってるんじゃないかなと思います。はい、ということでこちらでランクマッチ回っていくんですけど、よろしければチャンネル登録高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よろしければフォローもお願いいたします。それではランクマッチやっていきましょう。さあ対戦やっていきましょう。お相手トルネコですね。やっていきましょうか。来すぎさすがに来すぎやろさすがに冒険者来すぎやろということで戦っていきましょう。果たしてですね、冒険者トルネコは戦えるのかっていうところを、まあ、継承していこうかなと思います。はい、だからねスリーブがメタルやから、もしかしたらお相手はメタルトルネコの可能性が高いかな。そんなことはないですねなことはないと。次はどうするんだっけ。あ、立夏いいっすね。マジで立夏ターンいいっすね。立夏いいわ。はい、よし、とっておきを出したよ。うわー、ちょっとこれはきついな。まあしゃあないなこれはちょっときついな。命1個ぐらいは欲しかったかな。うん、で多分ねそんな急いで冒険者ソロ使わなくてもいいかなとは思うんで、もう普通にこれ青だけで盤面取っていくっていう感じでいきましょうかね。で高校引いてるんでブラッドレディの心配もなさそうですよね。はい、はい、さあお相手多分冒険者かな。ソロ入ってるってことはまあちょっとは冒険者入ってると思うんで、これはまあ楽しみですね。はい、楽しみ。いやー力3つはちょっと使いづらいんだよな。さあ仲間との出会い、ルイーダ欲しいね。序盤に言うてしまえばレベル2最速早すぎで、トルネコの冒険者、ん、冒険者トルネコは多分ね導かれ、うお、すげえ早っ、導かれし者たちだと、ククールとかゼシカとかだと結構ねすぐ出すっていうことはないと思うんですけど、トルネコはもうじゃんじゃん出してていいんじゃないかなっていう気がしますよね。はい、マジか、早いな。冒険者めっちゃおるんちゃうん。じゃあめちゃめちゃ冒険者おるんちゃう。すげえな、ソロです。はい、さあ冒険者カモン、おいアンルシア、テンションの方が強い。いやサンディやな。サンディに、まあ、力いっぱいつけて相手のユニットをトレードしつつオルゴデミーラ展開していこうかなと思います。はい、手に任せて、手札8、溢れることはないね。ちょっと気ぃつけなあかんけど、いやールイーダいいな、羨ましい羨ましいな、ルイーダいいな。俺も使いてえよルイーダ、コネ手札に。さあフェイス、まあしっかりルイーダを守っていく形でしょうね。はい、お呼びよ、かわいい。 3D モデルはどうなってんのかな。あ、いいねいいね、良いね。
さて、そしたら、まあ、ルイーダはちょっと処理しなあかんから、使うか。あーでも使っちゃうとあれやな、むずいな。使っちゃうと冒険者が来ちゃうんやけど、まあ使うか。はいはい、キーファー悪くない。あ、キーファーいいね、キーファー強い。これソロバン、ほい、つけて、キーファー、リッカじゃない、キーファーを出して、はい、大丈夫、いなくなったりしないさ、いなくなったりしないさ。パンチ大丈夫かな、手札アフレスだな。しっかり処理してと。あ、ルイーダ来ねえか、まあ、種つけまくるか。命ないことバレるけど、はい、食わしてあげろ。相手が攻撃してくれば、まあ、6点逆転で入るっていう感じにしとくか。私のターンですね、ちょきついな相手の方が冒険者してんな、つらい。さあなんだ、おお、ドーン帰ってくる。3枚帰ってサンディ帰ってきて、いや手パンパンやな、大丈夫かな。俺がお前と旅をするのはここまでだ。ごめんね、なんかキーファー喋ってる途中に俺も喋っちゃってすまんな、悩んでいく。手札多いのもちょっと考えようかな。青だけ、命つけられると厳しいんだよな、まあ、つけるよなワンチャン命引けないにかける。いや回さんな、パンパンやもんね手札。ほらありがたい、よし、オッケー。これはでかいぞ、相当でかい。おかえり。ちょっと手札がねパンパンでねちょっとやめてほしいんですけど、正直。まあここはオルゴデミーラー息毒ですね、はい、オルゴで、これで処理、ほい、そろばん処理、ちょっと出しとくか、いや種つけとくか、さすがにちょっとあれですよね、種が邪魔すぎる。もう一枚つけていいかな、はい、エンド。もう手に任せて。さあ、まあつけ、まあ、つけといて、つけんでもよかったか。さあさあさあ、立夏から、まあ、導かれし者が発動できるなら、立夏からアンルシア、フローラみたいな動きができるんで、まあ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 強いかな。さあオルゴデミーラ、普通に強い普通に強いです。キーファー任せろ、任せろ、地獄の底まで付き合うぜ。サンディ手札3枚、7枚。私のこといじめたら承知しないんだから。お、特殊ボイス、すげえ特殊ボイスや、感動するわさて、とっておきの宝を全部つけるかな、キーファに。幸せ。ほんで幸せ、いや強いな幸せは幸せ、幸せはさすがに強い。ただ手札パンパンになっちゃうんですよね、キーファー取っちゃえば。さあもう一個つけるかつけないか、つけない、ほい、トロでナイス、強いな。とりあえずこれ発動して、ただ動きが弱いな動きが弱いな、ないと特技カードはないと、なるほどね。まあぶつけて第二形態かな、はい、次のドロー相手どっか行くんで、それはありがたいね。受け取ったものは返さないとな、はい、俺の選んだ道だ、後悔はないさ。まあ殴らんかな、はい、とっておきを殴り意味も特にないと思うんで。もう持てませんな、立夏消えていくつくづく立夏に縁のない男になってしまったか、恩師。俺はルイーダが来ないのはちょっと悲しいけど、
さあ幸せ幸せ3にする意味ってあんのか、まあ、種がいらないって感じ。力、え、それだけで取れんのもしかして。やば、メラゴ、メラゴっぽいな。はい、休憩。ああ、村あれか、なるほど。さあドーンと。第3はちょっと出しづらいな。相手が展開してきたあたりで使ってあげたいですね。さあレベル3、早い早いちょっと早い。さあ、まあ後出し冒険者やったらアンルシア後からかけれるから強いとは思うんですよね。うん、フェイス、なるほど。まあもう一枚あるもんね。次はどうするんだっけ。次はどうするんだっけ。ブラッドレディ高校で強いですね。さすがにレベルアップしておきましょう。はい、レベルアップ。ブラレ、はい、テンションアップ。フェイスでエンドかな。はい、エンド。さあさあどうかな。どうかな。さすがに冒険者展開してくるかな。どうやろう、どうでしょうね。まあでも第三形態もおるからちょっと難しいか。さあ豪商のそろばん処理処理。ブラッドレディ、そういう動きならこっちネルゲルいきますよ。うん、ネルゲル。テンションアップ。さあまさかのトルネコミラー。いや、まあこっち立花やけど。あ、立花出していく。あれ、あ、え、ルイーだから持ってきたん。立花やば、相性良すぎやん。相性良すぎ。私のターン、ね、すげえな。ただいまー。おかえり。さあハッスルジジイ来ましたか。ハッスルジジイ、まあネルゲルいきます。はい、ネルゲル召喚エンドかな。いやー、それは弱いわ。私のターンですね。ここの三三は弱すぎる。さあ9コスト、どういう展開になっていくか。使うか、導かれしモノタッチ。使うか、ピクピクしとるぞピクピクしよるぞ。なあ、ピク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 光っとるよ。使いたいんやろ。使おうぜ、使っていく。導かれし者たち。けど立花出した意味があまりよく分かってないな。これダークドレアムの返しにアンルシア持っといてもいいかもしれないですね。調子乗って展開しすぎんと。さあ豪商で処理。さあただ結構おるやろ。アロードック、はい、展開してないのかもしれない。していられませんぞ。なんだサンディ、ゼロコスト。私のこといじめたら承知しないだろ。特殊ボイス、忙しいな。展開してこないかな。あ、していくか。なるほど、マルティナ。負けられない、絶対に。リッカフェイス、行くわよ。あんま出さないですね。ただ豪商が0コストとか1コストで装備できてるから相当持ってると思うんですよね。どうりゃと。あ、フローラも出していく。なるほど、選んでくださってありがとうございます。はい、忙しいな。さて、そしたらどうしようか。よし、頑張るよ頑張るよ。 C 名だ。悩む、どうしよう。この辺ちょっと処理しとかんとめんどくさいよな。
言うて処理できひんのよな。どうすか。第三形態メラゴーストで突破っていう動きにするか。もうちょいちょっと耐えるか。デミラ、もうちょい耐えよう。メラゴースト、はい、ジョン、メラゴー、ブラレあったら強かったんけどね。ないもんねないからしゃあないな。はい、ギブアップ。ハッスルジジイとかやっとく、やってみようか。はい、まあでもこれあれやんな、ドラマあったら負けやけど、まあ、そんなのしゃあないよな。もう手に任せて。ただいま。冒険シャトル猫にドラムが入るかなっていう感じはするけど、入ったら負けですね。いや負けではないか。いや負けっぽいな。3回は上がるから。さあどうする。トロで、うわーやばい、まったくこき使い、それはやべえ、それはまずいですよ。さあ幸せ、やべえやべえ、それやべえ、超まずい超まずい。さあテンションアップ、はい、さてとっておきのお宝を。もう持てませんね。あ、ルドマン消えていく、幸せ、やべえ強すぎ。バロタのんびりしていられませんぞ。そんなんだ、まあ、幸せ、いや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 、やばいでしょそれ、だいぶやばい。でリーサルはなさそうか。オッケーオッケーオッケー、これはありがたい。ん、あるかもしかして。ないよね。オッケー、よかった、突破されとった、負けてましたね、はい、承知しないんだから。私のターンね、頑張ろうか。ハロードック、そしたら発動するか。はい、ドーンと。ドレアムどうすっかな。アンルシア残すっていう手もあると思うんやけど、むずいな、さすがに。よいしょ、フローラ、さっき盤面処理するか。フローラ、いやこっち、はいこっち、これで終わりよ。でアロード、ごめんなさい、手札パンパンになるな。アロードック、はい処理、ルドマン、アロードックで処理、でメラゴでぶつけて処理、サンディ、トロで。いやアンルシア無理やなこれ急がなきゃ、はい、私やリッカみたく働く女の子って。ミスったな、リッカが出してからでよかったなところで、いやまずいな、わしは魔物ではないぞ。いやアンルシア出すしかないっすねこれ正直、はい、まあ悪くない。ルドマン、まあつけてアムシア、はい、はい、これで OK かな、はい、エンド、はい、これしかない、私も一緒に戦います、これしかない、これでも食らいなさい。ドレアムメンコはドレアム引っ張ってないときつい。私のターンですね。さあどうなる、どうや、盤面の力はだいぶ強いぞ100点。うわこうマジかおいマジか、まだ使う、はいマジ、何ある、あシルビア、なるほど、どちらが上か白黒つけようじゃない、これが私のジャスティス、ジャスティス、はい、早なっていく。リーサルあんのかな、ガボ、おいらやっつけてやる、ガボ
強い。いやーこれワンチャンリーサルある。まずい。さて、とっておきのお宝を。いやまずい。4点あるから3点プラスされたら負け。命、オッケーオッケーオッケー。ああ力。え、これで6、7。あー負けか。まだやな。負けじゃないな。いや負けやん。マジか。まったく、なんでわしが強いんですね。私の負けです。さあ対戦やっていきましょう。お相手ピサロですね。ピサロはアグロじゃなければまあまあって感じかな。うん、シーメイダ悪くない。アグロやったら結構厳しいらしいですね、冒険者トルネコ。うん、誰か言ってましたよ誰か言ってましたよ。次はどうするんだっけ。さあドレアム引いていく、うん、失礼失礼。そしたら使うか。はい、どターン終了。さあ何ピサロかな。何かな。ロト、アグロ臭い。クソほどアグロ臭いけどこれルイーダ取れへんのちゃうかな。うーん、ルイーダ取れへんのちゃう。はい、うわーアグロ臭い。見せつけてやりましょう。おっぱいでかすぎ。さあ冒険者さん、ガボいいね。私のターン。ワンチャン取れない臭い。いや取れるか。1点。メラゴかな、違うか。あ、これもう一回回ってくんな。これは嬉しいな。あ、これは嬉しい。すげえ嬉しい。我が血族。はい、オッケー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 。いいね。2回使えたらもう十分でしょ。うん、シーメだ。はい、フェイスエンド。よっとビール瓶でゴツーンってどつきましたね。キーファー、おー強い。シナジーバッチシ。何にするか。こう考えると豪商のソロ版2枚入れても悪くないかもしれないですね。うん、今回の紹介動画はちょっと1枚にしてるんですけど、1枚にしてオルゴデミーラを採用したっていう形なんですけど。さあさすがに処理。残念、もう帰らないといけない。テンションアップでエンドかな。あ、よし、これはでかい。ありがたい。よし頑張るよ。頑張るよ。キーファー、キーファー、2枚目キーパーシルビア。いや冒険者だらけやな。でしょ、キーパー出しても取られるもんね、エンド。取られちゃうからね。ゴンツ、これはもう制御しようがないわ。私のターンね。はい、メラゴ。キーファ出して使うか。はい、世界の謎を解き明かそうぜ。解き明かそうぜ。力3つでもいいかもしれない。あーダメや、これで取られるわ。運命こと。あー悪くないね。いいね、命。力、幸せ。使う。2枚使っちゃうとちょっと手札がパンパンなんですよね。はい、燃やして。これ手札管理大変やなマジで。はい、掘り出し物だよ。エンド、私のターンだ。はい、2段階キーファがいるからねこれはこれで面白いかもしれない。さあアグロだよな。どうなんやろ、わからないです。まだわからないですね。言うてアグロでしたね。はい、種が燃えるか。ガボ種燃えるね種燃えるわ。アグロだとしたら結構遅延できてるからまあまあまあって感じ。はい、種が消えます。
そして次のドローも消えます。ここらしゃあない、返さないとな。幸せ消えていく。悪く思うなよ。しゃあねえな。いやなんかやめてな、強いの。あ、強っ、強すぎ、わろた、強すぎわろたですわ。あーそうか、しゃあないな。ぶられキーファ、懲りずにキーファ、キーファ2体目ルイだから登場。地獄の底まで付き合うぜ。力使うか、使うと6789、まあ使うか。はい、せっかくなんでね。エンドアンルシ。さてさてさて、頑張っていこうか。いけんのか。さあ6ターン目、ブラレー3点ぶつけていく。金回収。受け取ったものは返さない。どんだけ返すんやと言いたいですわね、正直。俺だって辛いんだぜ。めっちゃ燃やすやん俺の手札。めちゃめちゃ燃やすやん。シメだ、まあしゃあないか。鉄鋼魔人1コスト、これは強い。何燃える、あーネルゲルはちょっと痛いな。まあ鉄球魔人、はい、鉄球魔人、命処理、命処理、どうぞ。はい、であと1体マルティナ投げとくか。うん、はい、エンド。これで多分1点は当ててくれると思います。はい、OK。 まあ多分ねレベル3にはならないと思うんですよね、アグロプサラ相手だと。まあ、こんだけ冒険者がいれば鉄球魔人もまあまあまあ使えんことはないかなっていう感じですわ。はい、はい、ゲマが来ないですね、それはそれで怖い。テンションアップ、展開していく。我が血族毒矢頭巾、ようやくアグロプサラっぽい動きしていきましたね。さあ毒矢頭巾2連発。次はどうするんだっけ。どうしようかな。シーゴーレムは強いぞ。シーゴーレムは強いよ。これ使ったらなんか持ってこないですよね多分これ。ああ、豪商のそろばん持ってこれんのか。それは強い、ナイス。強すぎ。何コスト、ゼロじゃない。痛い、痛いけどしゃあない。ゼロコスト、うい、強い。処理、処理、ガボかな、ガボ。はい、後列全部突破します。はい、処理、処理、処理、豪商をコート、 OK、 十分強い、十分十分。この英雄のね2点を警戒しないといけないのちょっとしんどいよね。ちょっとしんどい。ただガボは強い。ゲマ引けてなかったら勝てるかもしれないね。シーゴーレも入ってんのアグロで、それはおもろいな。ここそミルドラース、なるほど、すごいなこれ。アグロなんかほんまに。よし頑張るよ。アグロなんかよ、ちょっと不安になってんな。不安っていうか怪しいな。はい、行こうか。はい、ギューンと、はい、これで取るか。はい、はい、フェイス
ごめんなさい。フェイスはいいか。これはシーゴーレム、はい、これでエンドかな。はい、オッケー。まあ悪くない。まあガボは取られちゃうんですけど、これはしゃあないね。トロデあたりちょっと引っ張ってきたいけど、どうかな。まあ7コスト払ってシルビア・アンルシア展開できればだいぶ強いよね。さあ王者救出、チュッとしていく。はい、レベル3。このレベル3のロトの BGM もだいぶ好きですけどね僕。スパイクヘッド、はい、メラゴダックカイト、ダックカイト、ワタボウ、王女の愛使っていく。キューン、キサロナイト展開するのか。なんだこの一手。キサロナイトを展開していく。我が血族、はい、まあでもそれはあんまり怖くないかな。どうしようかな。おお強い。あ、3コストか。まあでも使うか。はい、導かれし者たち、リッカーあえて出さない方針でいこうかなと思うんですけど、どうでしょうかね。どうやろう、シルビア。はい、どちらが上か白黒つけようじゃない。リッカーあえて出しません。ちょっと手札が怖いですできるだけ6枚以下にしていきたい。パカーン、強い。アンルシアを、まあ、とりあえずポン置き、鉄球魔人、はい、共に戦いましょう。これでどうでしょうかね、はい、パンチパンチ、豪商でパンチ。あー、これフェイス詰めた方が賢いんかな、やっぱり。フェイス詰めた方が賢そうではある。エンド、どうぞどうぞ。まあドレアムされてもドレアム返しできるのは強いですね。はい、さあ竜王一戦は使えるけどどうかな、どうかな。鉄球魔人もね、やっぱり1コストとか3コストで出せればだいぶ強いんやけど。さあ盤面のパワーはだいぶ強いぞ。でアグロピサロに対してだいぶカード引いとるから悪くない。竜王一戦、この BGM が最高なんですよね。いいですね、懐かしい。めっちゃ懐かしく感じるわ。最高。さあバールゼブブ、バールゼブブ、ニードルマン、エビルマスター。お、ようやくゲマを引いていく感じか。よし頑張るよ頑張るよ。サンディ、どうしようかな。そろそろフェイス詰めたいな、さすがに。はい、パンチ、はい、はい、詰めるか。ここやな、さすがに。フェイス、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 オールフェイス、エンド。私のターンだ。さあどうする。ゲマは引っ張ってこれたっぽいですよね。で手札が4枚以下なん でしかも凍てつく波動はまあパワフルバッジの能力がついてるままやから、まあいいか。
まあよし、あと5点。アグロ相手にだいぶ戦えてんな。凍てつく波動入ってんのか、おもろいな。青だけ、さあシルビア、私を打ち負かすなんてやるじゃない、やるじゃない。どうする、バールゼブブ、いや勝ちじゃないかさすがに。テンションアップ、エンドと、オッケー、オッケーです。さあパンチ、パンチでリーサルト、対戦ありがとうございました。はい、皆さんお疲れ様でした。今回ですね、冒険者トルネコを使ってみたんですけど、いかがだったでしょうか。まあ1試合目は相手のトルネコの方が1枚上手でしたよね1枚上手でした。はい、でまあ2戦目もアグロピサロにしては、まあ、ゲマが出てこなかったっていうのもあるんですけど、結構戦えますよね。やっぱり盤面取る力が結構たけてるので、だいぶ使いやすいんじゃないかなとは思います。はい、ということで、よろしければこちら、フリーマッチ、ランクマッチで使ってみてはいかがでしょうか。よろしければチャンネル登録、高評価、ぜひともよろしくお願いいたします。Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よろしければフォローもお願いいたします。それでは良き、ドラゴンクエストライフを。バイバイ。